はいどうも、声優大好き、ゆみチャンネルのゆみです。最近ね、もっぱらラーメン率が高いこのゆみチャンネルなんですが、結構ね、動画外でもラーメンは普通に食べてて、この間ね、恵比寿にある三春というラーメン屋さんにね、油そばを食べに行きました。本店はね、池袋にあるみたいなんですが、濃厚な魚介だれがね、太麺に絡んでめちゃくちゃ美味しかったですね。今日紹介するのは、その三春さんのラーメンではありません。こちらです。声優のあごだし醤油ラーメン。声優さんね、ちょいちょいこの数量限定のカップ麺が出てるんですけど、なんかね、特にこのあごだし醤油ラーメンがね、すごい美味しいらしくて、さすがにね、そう聞いては食べずにはいられない。というわけでね、今日はちょっとこちらのあごだし醤油ラーメンを食べていこうかなと思います。はい、中身はこんな感じで、火薬と、気体スープが入ってますね。では火薬を入れてお湯を注いでいきます。スープは蓋の上で温めて、これで4分待ちます。はい、では4分経ったので気体スープを入れていきます。いいですね。なんか液体スープがすごく優しい味をしてますね。優しい味じゃなくて優しい色ね。あー、これ絶対体に染みるやつやん。じゃあいただきまーす。あ、いいね。おいしい。あごだしラーメン食べてついついあご出しちゃいました。失礼しました。いやいや、そんな冗談はさておきね、このカップ麺ね、100円ぐらいだったんです。100円もしなかったかな。その安さでね、このうまさはね、やばいね。しっかりあごだしが効いててね、めちゃくちゃ美味しいっすよ。で、なんかね、調べたら、あごだしエキス、かつおエキス、かつお節エキス、昆布エキス、ホタテエキス、タイエキスパウダー、エキス祭りなんですよね。エキス祭りってなんかいい響きだな。ホタテとタイまで使ってるんですよ。これすごいですよね。これでよく100円で収めたなぁ。さすが声優さんですね。ちょっぴりね、揚げ玉入ってるんですよ。これはね、またちょっとね、いいアクセントになってて美味しいんですよね。美味しいなぁ。それじゃあ、最後の一口、いただきます。はい、というわけでね、今日は声優から発売されてるカップ麺のあごだし醤油ラーメンを食べてきました。いや、本当にね、これが100円で食べれるとはちょっと信じがたいですね。っていうぐらいね、クオリティの高いカップ麺でした。美味しかった。声優さんね、現在は他にも数量限定のカップ麺がいくつかあるので、そちらも今後ちょっと紹介していこうかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。最後ちょっと噛んじゃった。